はい、皆さんおはようございます。今日は石秀こと池端秀幸です。今日は、テーマとしては自己肯定感を上げる、自分に、自信を持たす方法ということでね、少しずつ、いろんな近況も報告しながらさせていただきたいと思いますので、まず自己肯定感を上げるということでですね、まあ、手前味噌ですけども、今日ね、オムレツがですねうまいことできましたね。そのオムレツのね、ちょっと紹介をさせていただきたいと思います。まあ、オムレツというのは奥さんがですねここ最近ちょっとハマってまして、それを横目で見ながら僕も一回挑戦してみようということで、ここに3ヶ月ほど前ぐらいからやりだしたんでしょうかね。なかなかうまくいかずですね、なかなかそのたったオムレツ作り一つにしてもこんなにできないかなというね、自分のその自己肯定感 の低さにね、ちょっと日々打ちのめされてる時があったんです。でそれをちょっと紹介をさせていただくと ね、失敗作分かりますよね。誰が見ても失敗してるの分かると思うんですが、とにかく形がうまくできないし、それから、この焼き具合っていうんですか、中とかね、こういうのがねなかなかうまくできず、ひっくり返すこともできなかった、まあそんなところだったんですが、こんな形でできたんですよ。コロ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 と、この中身がふわとろにならないとダメなので、これを作るまでに結構やっぱりここまで行くまでやっぱり 2,3 ヶ月は僕かかってましてですね、このオムレツ作りもまあ何事も共通して言えることがあるなと。これはもうメイクが上達するのもそうだし、まあ何かをね新しいことにチャレンジするときもそうなんですが、やっぱり上手になっていくコツとかあるんですね。これはメンタル、心と、それから科学、いわゆるそのやり方ですね。それをまあ男性の方っていうのは結構こう ロジックに論理的にいろいろと考えて分析をして結果を出していくっていうのは得意なんですけど、意外とですね女性の方はここの心の部分が非常にメンタルがね弱い方がまあやっぱりいらっしゃるんですね。でこれはもうメイクをレッスンしていくときに思うんですけどね、ここをすごく大事なポイントで今日はちょっとお話したいんですけど、日本人の特に女性って昔のこの戦後 その教育に影響されてると僕ちょっと最近思ってるんです。でこれは、お化粧の文化をずっと読み解いてきてからずっと思ったんですけどね、やっぱり歴史がある中でこう前に出ない、出しゃばらないっていうのが、まあ、女性の美的とかっていうセンスだったんですね。でそれがですね最近いろんな教育が変わってきまして、ここ最近ちょっとこう客観視してちょっと分かるような気になったのは、ね、何かというと、皆さん視力検索するときにこんなどっちに穴開いてますかってありますでしょ。 C っていうね、 C という文字ありますよね。その C という文字がこの穴の開いてる方を見つけて上か下か左か右かとかっていう、そういう視力検査ありますね。これね実はねこれ普通に多分普通にやってたと思うんですよ。僕もそうですよ。普通に長年視力の検査って言ったらそれをやってこうしてやってたと思うんですね。これ実はめちゃくちゃ潜在意識にマイナスのネガティブを植え付けられてるって分かりますか。これとこじつけに思うか分かりませんけど、実は欠けている方向を見つけなさいというその一つの裏情報的なものが入ってるんですよ。わかります。だから普通はこの欠けてる方にフォーカスするのをずっと意識的にして、意識というか無意識のうちにずっと視力検査の時されてたら、ここをフォーカスするのが得意になるわけですね。ということはネガティブので言うと、ネガティブと欠けてるところをフォーカスした人が勝ちっていう感じになるわけですよ。ということはですね、何を言いたいかというと、いいですかね、ここの C の欠けていない部分にフォーカスすることがどん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 なくなってたということです。これよくメイクで例え言うんですけど、シミという一つのネガティブな部分を見つける人が得意な人はここの欠けてる部分だけにずっとフォーカスするんですね。そうするとですね、こう感情的にこのある部分が見えなくなっていくわけです。これがですね実はこのメンタリティの中で一番大事な心構えなんです。これはメイクをレッスンする時の心構えとしていつも話する。これはオムレツもそうですこのオムレツもそう、僕は常に失敗しても落ち込みますけども、まあそれでも、まあ、ここまで来たな、ここまで来たなっていう、この何ていうかな、今までやれてる方をフォーカスするんですね。このできていないところにフォーカスせずに、まあ
過去のことからすればちょっとずつ良くなってるという、ここにフォーカスをしていくとですね、意外と自己肯定感というのはなかなか下がっていかない、うん、だから、僕はできるとか私はできるというところがずっとですね、常にその自己肯定感を持つためにはその欠けているところに目を向けるんではなく、このあるところですね、ここに目を向けてほしいというふうに思うわけです。まあ、このオムレツ一つもですね、できると今度できてくると、このオムレツができたという小さな成功体験がまたプラスになります。そうするとまたちょっとこう料理をもうちょっと頑張ってみようかなという気にもなりますよね。まあ、こんな風にして相乗効果が出ていくわけですね。だから自己肯定感とか自信のある人っていうのは、小さいことの積み重ねを自分ができるんだっていうことをずっと積み重ねている、その結果として自信があるというふうに言えるわけです。メイクするとき楽しんでやれてるわ私っていう方はいいんですよ。毎朝のメイクを楽しんでるとか、自分イケてるなとか、自分は今日も素敵ハッピーに頑張ろうっていうね、こんな風にして自分にポジティブな声掛けをしながら朝メイクをしてる人はいいんだけど、ほとんどの方々がそんなところまで気が回ってなくって、なんか毎日の、この惰性によってパッと流れていく忙しい日々の中での、なんかこうメイクっていうのはもう感覚的にやってると、無意識にやってると、まあ、そんな方が非常に多いんじゃないかと。その無意識が先ほど言った、視力検査のようにこのマイナスのところをフォーカスしてしまっている可能性があるということね。これがまあ僕の本の中でも言ってるんですけど、潜在意識の中に、マイナスの感情が、ネガティブな感情がどんどんこう刷り込まれていくことによって、人生にいろんな、波動ですね、負のエネルギーが回っていく、それがご縁に影響を与えたりとか仕事に与えたりということがあるわけです。これを本当に、今日冒頭でもオムレツ作りっていうところから始まりましたけど、たったオムレツの作るのをそんなオムレツぐらいとかっていう気持ちでやるのか、奥深いなオムレツは、このオムレツ面白いなみたいなね、まあ、そういうところにこう面白がりながら何か一つでも取り組んでいくかどうかによって、まあ、一日の流れが変わってくる。もう今日なんかですね、もう過去一度オムレツができたもんですから、これライブ配信でわざわざこうやって自慢したくなるというね、まあ、こんなもんなんですね。もう58年生きてきてもオムレツ初めて作って成功するとですね、子供のように嬉しいわけですね。でこういう気持ちを大事にしながらいくつになっても進んでいく、これはオムレツだけで違って、僕は釣りでもそうだし、キャンプでもそうだし、いろんな新しいことを体験することは非常に大事 でそれを面白がる、失敗してもフォーカスするところはないところにフォーカスじゃなくって、ちょっとずつできたというこの、あるところを持っているところにフォーカスすることが大事であるということを、今日はお話をしたかったわけです。ということでね、何事も面白がって自己肯定感自信を持たせるためには、小さいことを、ちょっとずつ重ねていきましょうというお話でございました。